シェリンさんちってここでしょ？寝袋とかどうしてんの？シェリンさん。窓際にある。あ、本当だ。あ、でもいいな、窓だと景色が綺麗で。よいしょ。バレないんじゃね？これワンチャン。名前って映るっけ？わかんなさそうだな、これ。できた。なんか口笛吹く聞こえてきたな。ん？あれ？やべ。ベロナサウルス？誰の？ブリーディングしてる誰か？ん？ちょ、雪袋！ちょっとサーモサーモサーモ、どこにいる人？人どこにいる？口笛だけ聞こえてくる。目に見えない親がいる。ん？幼少期どこでブリーディングしてんだこれ。いないぞ。誰かいる？口笛めっちゃ聞こえてくんだけど。バレたかな。いや、バレたかな。どこ？誰？あ？あ？どうなってる？あ？なんか下にいる？あ、人がいた！びっくりした。え、誰だ？バレちゃった。かなえさんですか？びっくりした。びっくりした。どこから聞こえてくるのかと思いましたよ。なんかおかしなバグかと思いました。ああ、なるほど。どうぞどうぞ、大丈夫ですよ。ああ、まあ全然使ってください。いや、優しいな、シェリンさん。びっくりした。シェリンさん配信してた？あ、配信してた。ちょっと見よう、後で。めっちゃいたずらするやん。なんでバレたんだろうね。シェリンさん視点気になるね。口笛でやっと分かったんだ。フクロウのサーチじゃ分かんなかったんだ。口笛連打でバレたんだ。あ？どうなってる？あ、フクロウはベッドで分かんなかったんだ。すっごいいいタイミングだったな、シェリーさん。しかも僕もちょうど隠れてるタイミングで帰ってきたからさ。